だけど一番重要なインスピレーションがまだ欠けていると認めざるを得ない。だったら美味しいおつまみを頼んじゃおうかな。あなたのことはたびたび彩香から聞いています。シャブ業神里家当主神里綾人、以後お主の気を。仕掛けは十分、そろそろ回収するとしましょう。仮に転移の網の推測が正しかった場合、ハビス教団にとってここは転移先として設定するほどの価値があるということだ。双眼巨炎に来たヒルチャールたちは中に入ったらもう出てくることがないらしい。恐怖のあまり仕事に手がつかなくなってるんだ。やっぱり双眼巨炎の下ってアビス教団と何かしら関係があるのかな。空中に浮かんでるし丸ごと逆さまになってるぞ。ここには奇妙な力がいくつも集まっている。今この瞬間アビスの目に映っている可能性がある。あ、これって雑談は終わりだ。